まあ久保さん結論論にしましょうか結論論 <laughs> 論論 <laughs> 結論論結論挨拶しようがしまいが売り上げ上がってればいいんじゃないですか <laughs> ただし挨拶まあ人間と人間であるならば挨拶しない人間から商品を買う可能性っていうのはちょっと少なくなってくるんじゃないかなと挨拶もしない人例えばねお店に行って「いらっしゃいませ」みたいなね 次リピートする確率はそうあんのかみたいなねでもめちゃくちゃね例えばそのめちゃめちゃその亭主はねもうサービス全然ないともはや頑固で無表情みたいなだけどラーメンクソうまいみたいなまあそういう場合はまあリピートするかもしれないですよねだからまあその何かがないと何かがっていうことはないんですけどただそれは可能性の問題ですよね ただそれも人それぞれれ人ぞ変わりますよね。別にその、えー、笑顔で挨拶されなくてもラーメンがうまければ行くっていうね、えー、そのお店がめっちゃ汚くても飯がうまければ行くっていう安,安くてうまければ行くっていうねいろんなパターンがありますからだから結論論は,結,論論は <laughs> 結果が出てればそれで、まあ、ビジネスで言うならばですよビジネスで言うならばあのなんすか、ね、売り上げがしっかり上がってるっていうことが、まあ、前提条件じゃないですかね。 ただ、その売り上げを上げるために挨拶をすることによってコミュニケーションが取れて制約率が上がる、お客さんとの関係性が上がる、信頼関係が構築される、リピートが上がるっていうことだったら、その方法を、手段を取った方がいいだろうし、うん、でもその手段を取らなくても、リピートもある、売り上げもばんばん上がってるんだったら、それはそれでいいだろうし、うん、まあ、もちろん合法的ですよ。 合法的に、あの、しっかり商品売って、なんすかね、えー、提供するっていう。うん。まあ、それは常識というか、なんすかね、当たり前なんじゃないですかね。ラーメン注文して、ラーメン、うん、来なかったらど、どうなんだろうって、それは、あの、なんすかね、常識というよりかは詐欺ですよね。ラーメン注文してもラーメン来ないみたいな、<laughs> それは詐欺じゃないですか。 <laughs> だそれは常識ではなく当たり前ですよねうんそうねあの飯食っても金払わなかったら食い逃げになって捕まりますよね、うんまあ、そういうルールじゃないんだったらいいんですけどね別にラーメン頼んでもラーメン出さなくてもいいっていう法律でルールがあるんだったら別にお客さんがお客さんに商品あのお金もらっても商品を提供しなくても全然問題がないと。 法でも許されているってことであるならば別にそれはいいんだけども法で多分許されてないと思うんでそこはお客さんからお金もらったらしっかり提供するっていうのが多分決められてるとは思うんですよねでそれまあねあの提供しなかったら詐欺になりますからうん詐欺は犯罪ですよね多分ねうんまあそれはまあ常識というか当たり前なんじゃないかなとは思いますけどはい結論論いってらっしゃい